植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はバジルの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。バジルは食欲を誘うような香りがあり、カロテンやミネラル分などの栄養分も豊富です。種類も豊富で、レモンのような香りが楽しめるレモンバジル、レタスみたいに葉が大きくなるリーフレタスバジル、料理だけでなく深い紫色の容姿から寄せ植えなどにも人気があるダークオパールバジルなど、色、形、風味ともに多彩です。それではよくある質問の一つ目です。日々の管理や水やりに関して教えてください。バジルは丈夫な植物ですが、西日や夏の強い日差しと乾燥には弱いです。鉢植え栽培は強い日差しを避けることができて、風通しの良いところに移動させるようにします。地植えでは移動ができませんので、風通しが良く強い日差しの当たらない場所に植え付けましょう。バジルは水を好み乾燥を嫌いますので、水切れを起こさないようにします。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えてください。特にプランターや鉢は水切れを起こしやすいので注意します。水やりのタイミングは午前中が良いです。夏場は日が高くなる前の涼しいうちに水やりを行いましょう。続いて2つ目のよくある質問です。剪定はどのように行えば良いですか？時期はありますか？バジルの剪定には脇芽を出して収穫量を増やす摘心と、伸びすぎた茎を整理しバジルの生育を健康に保つ切り戻しがあります。摘心とは枝の先端を摘み取る作業。先端を摘み取ることで栄養が分散し新しい芽が生えます。摘心は株元から数えて2から3節生育していればいつでも摘心ができます。切り戻しとは傷んだ枝や混み合っている枝を切る作業。切り戻しすることで新芽が増えて株が若返ります。切り戻しは開花前の7月上旬に葉っぱの半分から3分の2ほどを剪定しましょう。3つ目のよくある質問です。収穫方法に関して教えてください。茎の先端を摘心することによって今まで1本だった枝が分枝します。これを繰り返すことで脇芽が伸び葉の収穫量を増やします。摘心を3、4回繰り返して脇芽を増やすことで10月頃まで収穫ができます。収穫は外側の葉っぱから摘み取っていきます。バジルなどのハーブ類は1日のうち朝が一番香りが高いのですが、夕食に使う分はその時に摘み取るなど、使いたい時にフレッシュなものを摘み取るのが良いでしょう。まとまった量を使う時は切り戻しのタイミングと合わせて茎ごと切って収穫します。最後にバジルの育て方の基本情報です。水やりは表面が乾いたらたっぷり水やりをします。冬は乾かし気味にします。肥料は生育期間中は2ヶ月から3ヶ月に1回、今日から野菜の肥料を追肥します。病害虫には強いですが、アブラムシ、ハダニの被害に遭うことがあります。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。